はい、皆様こんばんは。今週も、定例配信会やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、いつも通りですね、9時過ぎから21時過ぎから、四季の細道予定しておりますので、それまではのじあいの方をお楽しみください。それでは皆様ごゆっくりどうぞ。
Fight!
Thank you.
ああ。あ、じゃあすいません。配信台の方のじあいラストでお願いします。で、9時過ぎましたので、この後式の細道を始めたいと思います。今日ちょっと人数多いので、あと終わった後なんかお酒飲みに行く人もいるので、そうですね。割とサクサクと進めたいと思います。Hey, what's up, everybody? About to get started. This is Expert. Daytona.あ、お待たせしました。じゃあ、第75回式の放送道始めたいと思います。よろしくお願いします。マイクは、私がセロテープで、もう一人マイクを持っているのが Expert! This is Expert here. Check it out. Daytona Shiki. Okay, let's begin. Today we have Sakamoto. He's visiting from, I think he's from down south.ランピー側が坂本さんですね。ちょっと古めのプレイヤーなんですけど、最近復帰されたそうで。He's up against Isaji. メインは S 君。Isaji, very strong Kami. Oh, Isaji. He's not playing Kami. SP 側が Isaji さんですね。S 君。セカンドキャラが S 君。メインキャラクターは Kami なんですけど。セカンドキャラクターは S 君。両方サブキャラ同士。おー、勝利。さあ、飛びが通って最後は波動拳。インタレスティングマッチ。ケン・オーケン。こちらの準備さじ。さあ、寄りそうだ。Yeah, it's gonna be tough for Sakamoto-san. He's playing them both today.What's his role? Oh, you got a chance. Iwaku Mekuri. He got hit by that cross up though. Pachamaru-san, 試合です. Oh,
おっしゃる。さあ、ワンピーガーは次に入ったのはお茶丸さん、またザンギエフですね。ザンギエフ。This guy beat me a few times with Balrog. 今日、バルは強い。His dog is Vega. His claw is very strong. さあ。Alright, second match in this tournament. Getting started off.Right. Mic drop almost. Round two. Save the mic. Oh, that was a really good first round. Yeah, hand it to Ochai Mato. He's doing pretty well lately. I hadn't seen him before about a year, year and a half ago. He's definitely sticking with it. Yo, Ochai Mato. Hi. Dan Dan De. Thank you. Fight. Snap.さあ、乗ってさあ、大スクリュー大足おー、わー、わー、ラウンドエンダー、he went for it, he got the reward. Okay, I'm up.エクスパーさんですね。さあ、ワンピー側お茶丸ザンギに釣りが入ったのはエクスパーリューですね。いつものオレンジ色。さんとも話したんですけど、なんかエクスパーさんが未来までになんかすごく強くなってって話をしたので、喜ぶと思うので、後で本人にも言ってあげましょう。はい、こんばんは。はい、なんかね、イサジさんがね、はい、エクスパーが強くなってる。あ、マジっすか。おお、いいことですね。ですね。イサジさんは、あれですよね、流線多分得意なんじゃないですかね。1P 側はお茶丸さん、お茶丸さん。なんとさっき、ファイナルアトリックバスターで。お、光った光った光アントリがない剣にアントリというか上から刻まれて、なるほど、素晴らしい、セオリー度外視ですね。たまにやったらたまにですよね。お約束見たくなっちゃうじゃないですか、その絶対上から来ないって。はいはいはい、そうじゃなくて、あえてやる、裏の裏の裏みたいな、そういうやつ毎回やってるのはちょっとダメですけど、はい、も必要。さあ、と言っている間にエクスパの竜ね、強いですからね。強くなった強さのエクスパ竜が。やばい。完璧な試合運び。素晴らしい。続きましてですね、ウネさん。続きましてウネさん、ウネガイルさんですね。あ、でもね、1キャラ目は何なの？1キャラ目もガイルなのか。クレジットはまだありますね。ウネ 1P 側ウネガエルさん、ウネガエルさんも最近強くなったっていう評判ですよね。みんな強くなったんですね。はい、逆に最近弱くなったって人いないですかね。僕は万年弱いですよ。いやいやいや、昔強かったけど弱くなっちゃった。それですかね。残念な。それなんか今日ツイッターで見ました。見ました。ピヨった相手ダメージを与えられない的な。与えられると上級者。エクスパリュー、エクスパもね、潔いんですけどね、ちゃんと見てるところは見てると、クッパなところと聞くところっていうのはちゃんとしてるみたいですね。多分です。ない人はない人。おっと、おっと、ダブル様行かなかった。そこで最後のソニックちょっと危ないですね。竜巻間に合っちゃうんで。そうですよね。はい、ちょっと待って、サマーとかでもよかったかもしれない。
あ、そんなに芸人歩いて行っちゃったからちょっとためが出なかった。あ、そういうことですか。下は分かんないですけどね。どちらかかってもおかしくない竜返り戦ですからね。おっと三段入ってきた。ひよってしまう。あれ、おかしくないですかね。ガイルもなんか飛び込み当たってからおかしい感じがするときは、のけぞりが長くてしゃがみぐらいみたいなときありますよね。おっと、ジャンプジャンプキック刺さる。ああいうところですね、キッカー。きっちりあんと張り切って逃げるところは逃げる。3段食らったのに思い切って動いて、ここが来てないちょっとダメと思う。そうですね、ガードでも良かったかもしれない。出てますね。出ないって話なんですけどね。そう、いつかさん、リバサ以外あんま出ないって話なんですけど、逆にリバサは出る。そうそうそう、自家製のトレーニングマシンで練習したんじゃないですか。そうですね。もっとガードしている。はい、やばい。あれが噂の出ないやつですね。あ、やってしまいました。シンク置いてある。無敵で抜けが続きまして、ここで、あ、川島さん、いきなり川島さん、さんも1キャラ目割とザンギーフパターン。あ、今日は DJ。 あ、今日 DJ ですね。すっかり四季のね、優勝者常連となってしまいましたね、川島さん。さすがにダルシム使うと結構飛べる人がいない感じのところもありますが、そうですね、それはもうなんともしがたいですよね。見えている、全部ガードしている。しのぎ切りましたね、真空も使わせて。ダルクさんもそんなない感じですね。いい勝負です。さあ、これでかなりのピンチに。うまいぞ、お母さん強いですね。そうですね、20人も。なるほど、やっぱりなんか大会効果、大会近づくと、ああ、そうですね、年末のあいつ、そうです、もう20番ぐらいですよね。失礼です、じゃあ、フォックスです、失礼しました。フォックス、FOX。 ヤスオ、ヤスオさんだが、画面端を背負ってしまった。ヤスオは死ねるぞ、これはやばい。上下振って、さあ移動は引き合いの球打ち。ちょっと危ないですね、投げても下手するとあのぐらい減ることがあるので。そうですね、かなり危なかったんですが、リズミカルチャーがありますから ね、投げて削って終わりみたいな。さあ、下っていたがうまい。裏を持って譲られて、しかし脱出。さあ、打ち続ける意志力。おっと、ジャッキーが追いかける。さあ、かなり高いぞ。打点高めから投げ、最後は投げ、近距離立ち勝負挟んでの投げ。ここで川島 DJ 勝利。続きまして、すみません、シャルさんいないんで川島さん続行しておいてください。あー、なるほど、テルホン、テルホンですね。じゃあ飛ばしますか、ペローさん。あれ、ペローさんは初かな。初じゃないですね、ペローさんは初ではないですね。ですよね、まあレアな感じですね。そしてペローさんなんか今日から竜を始めたらしいですよ。
マジっすか。なんかね、サブキャラが欲しいみたいな。スト4勢ではだいぶ有名な方ですよね。そうですね。なんかランキングトップ何位とかの。かなり強い方です。ですよね。この間も、はい。UFO の地方対抗戦みたいなのがあったらしくて。はいはいはい。分からしてきた。なるほど。はい。冬伝、たっぷり。冬伝。なるほどです、ね。が、疎通はそんなに甘くない。そうっすね。え、4でもバイソン使いなんでしたか。はい、4でもバイソン使い。なるほど。これは竜有利と言われている組み合わせだが、ちょっとコツが。そうですね、竜もかなり難しいと思います。前に出る勇気、必要ですよ。ね、ジャンプだけが。そうですね。せめてこうエアスラが竜巻で抜けれたらって思うんですけどね。食らってしまう、ソバタカーニバルでフィニッシュ、続きましてまたシャルさんがいないため続いてロードさん。そうですね。ラウンド1ファイバージャメイカラウンド1ファイあー、ツーピー側はロードさんのエッサガット伸び悩んでいる感じです。周りからはなんかエスケンの方が強いんじゃないかと。さあちょっと裏から安かったがノーダメージより全然いい。球を打ちすぎる。アッパカも出るよ。強くなっている。投げは通らない。アパカ、さあどっちが得だったのか。早いよ。さあガードして投げ。この辺は大人の嫌がらせ。エッサがここでおとなしくならない方がいいです。1ラウンド取られようがなんだろうが、あ、このように球を打つ。さあ投げて壁端。これはちょっときついか。おっとそばっと抜けて右足。さあ打ち、足端はさすがに。おっとどうなったこれ。ダブル KO あれですね。さっきからカーニバル裏に抜けた後にちょっとお釣りが安かったりお釣りがなかったり。できているあの速さ。さあ赤から出す勇気。めくりはガード。ああ最後は飛んだところにジャックナイフ。さあ 1P 側川島 DJ に入ってきたのは破天荒さんの竜ですね。さあ波動拳で転んで、あ、心が4発痛すぎる。シュアスタイクめくり入ったが繋がらず。さあ
あるが体力がない。さあ最後昇竜、なんか昇竜っぽいものが見えたんですが、めくりが当たって1ラウンド目は川島 DJ。 龍が続いてますね。そうですね。さあ打ち合いからめくりガードできた。離れてしまう。離れるとそしてまた打ち合い。玉よけがうまい。踏まない。踏まないですね。踏んでました、思いっきり踏んでましたね。踏まないって言ったときはい打ちです。抜ける、お互い抜ける。しかし昇竜拳 DJ 薄いから儲かりましたから、一発当たったけど残り当たんなかったから。そうですね、真空一発ってことあるんですね。珍しいですね、正面からは。ちょっとスライディング差し込む。今日川島めくりから次のコッパが繋がったやつ。ヒットしてないですか。はい、なるほど。フォローは効いてるから大丈夫なんですけど。さあ4段から4段から3段。しかし振らなかった。よくわかんないですけど、正面からしゃがみ台パン、ジャックソバって入ってんですかね。相打ち OK で、カーシム DJ 勝利。続きまして、順番を飛ばしたシャルさんですね。そうですね。シャルさん、エントリー兼ですね。お、じゃあお願いします。シャル兼。入ってしまう。これピオリーチじゃないっぽいですね、正面三段。いや、そんなに試しはないじゃないですか。そうですよね、さっきさらに入ったのに寄りませんでした、ね、あーっと踏んでしまう。最後はレッパー出ますね、うん、たまに出ない人いますかね。そうですね、噂によるとレッパー出ない人いるんだみたいな。致命的ですよ、生レッパーが出ないとかね。致命的ですよ、はい、かなりやばいです。剣の波動ってなぜかあれですよね、踏んだりとかヒットしたりとか結構そんなに硬直短くないはずなのに、昇竜で狩られたりとか。掴んで、いやレベまでは竜のが早いけど、出た後の硬直は剣の方って言いますよね。なので弾は出てからパッと踏んでしまう。ちょっと弾踏んで勝ったのはシャルさん。続いて小江戸さん。ちょうどクレジットが切れたので補充できました。今日もあれですね、残念ながらセロテープほぼ山本っていうのがこう続いてきてますね。HP 側、小江戸さんベガですね。マイクを誰かに委ねるしかなくなっちゃいます。小江戸さん圧勝ですね、1ラウンド目は。最高に勝利見えている。投げる、表ホバーは表。ジャックサイコからの波動拳、最後は波動拳取り返した形。はい、3ラウンド目、ドラゴンダンス。もうためてガンガン近づいていく。
剣はきついのか。おっと、連携もつながらず、刻んで投げ、竜巻からの瞬発から、おっと中足を差し込んで、シャル剣勝利。続いてが太郎さん。続いて HP 側、太郎さん、エントリーキャラはバルログ初参加の方ですね。ありがとうございます。今日もツイッターで見て来てくれたらしくて、あ、なるほど、素晴らしいですね。この方と伺っていますが、はい、久しぶりに普通はやってみる、やってみたらこんなにストップがいっぱいあるみたいな、びっくりしたみたいな。そういうことですね。ほぼ個人所有物な気もするんですけどね。みんなの所有物。そうですね。おっ、さあ、かなり低い空中竜巻。なるほど。かなり低いですね、今。剣はあれ当たるんですね。竜はキャンセルしても当たんないんですよね、多分。一発目は裏当たりして。さすが入って、ボール重ねる。ハム踏んで。投げて受け身はちゃんと取っている。さあ、冷たい空、おっと投げて埋め込み、アグレッシブに重ねていく。おっと爪は取りに行かないのか。入るね、後ろ向きなことはダメなタイプじゃないですかね。いいことです。落とした爪を拾わない。さあ、大昇竜重ねたが投げガードしている。根元昇竜、さあ正面だった。おっと羽殺すぎだ、パンパン大昇竜届く。行っていってきます。はい、続いてセロデブさん、ありがとうございました。シャルケン勝利で、3連勝かな。セロテムさん、1キャラ目どうするんですか。バルログまさかのセロテープバルログ勝利。押していく、爪で押していく。これがバルログの、これがバルログだぞとばかりにじゃんけん強い技を埋め込んでいく。いや、エントリーしてなかったんですよね、空白だったんで。ノリでバルログみたいですね。はい、こんばんは。X ゲーマーズさん、こんばんは。コメントありがとうございます。そう、3ラウンド目は若干バルログが押している。どうなのか。燃やされてしまう。バルログ難しいですね。
さあ 1P 側が山本チュンリー、 2P 側がシャルケンですね。さあ山本さん1点のところ見るとまだ打撃が当たっていない。そう相手はなんと3万点。さあ3万点、ほぼ山本、さあ近づかせてもらえない。シャルさんの剣が前に押したり下がったり、勝ったのはシャルさん。I'm already out of the running. はい、あっさりやられました。ほぼ山本です。続いてハクキャミ、ハクキャミ、セカンドカラー、あ、そうなんだ、そうなんだ、伊沢さんのサブカラーって話ですね。竜巻を食らってしまう、上りから食らいますからね、竜巻はね。ダウンはしないけども食らってしまう。おっとピヨってしまう、最大入ったか、前に削るにはいかない。続きまして中島さんですね。シャルケン勝利、死にましたね。な、うん、中島ホンダベリーストロング、そうそう、ベリーストロング。コーナーはね、おっとゼロドットからの、お、続きが刺さる、画面端は、おお、炸裂。距離ね、近いとね、やっぱね、ショートレンジはやっぱりホンダの方が有利なのか。画面端はやっぱり厳しいですよね、うん、昇竜拳、ちゃんと出るフェイントからの昇竜拳ですね。フェイントですよね、うん、あ、波動ね、間に合わない。ナイススロー、いい投げだと、ジャパニーズオンリーなんでね、申し訳ない。シャルイズクリエイティングディスタンス、クリエイティブシャルさん、ディスタンス、オッケー、ディスガナビタイト、ヒアウィゴー、ヒアウィゴー、ワッツガナハプン、ステイアライブ、ステイアライブ。ねえ、エクスパーヒューイゴーが多いけど、おー、ナイスムーブ、ナイスムーブ、おーっと、nice、ゼロドットの勝利。中島さん、思わずガッツポーズ。ハクさん、with a guts pose. ガッツポーズ。
double fist in the air. Normally a quiet guy. He's got on a plaid shirt, like a lumberjack murderer type of look. Axe murderer. Honda 対ホーク。あれ、Xホークか？あ、Xホークですね。じゃあ、X ゲームさんは。Getting a request to turn down the game sound just a little. Game の音の方が小さいのかな？ X gamers, we're gonna try. We'll try to do that. Ah, game sound just a little. Thanks, expert.そうね、こうマイカエキスパート山本でお送りしておりますね。Big shout out to X Gamers. He puts this online so we can see. Everybody can see. ありがとうね。Yeah, now you tell me. On my machine. 自分のパソコン。ああ、なるほどなるほど。すごいですね、インターネットね、今。We'll still try. We'll see what happens. でもモロッコで見てるんですよ、彼は。日本の中継を。変な日本語。I'm very strange with Japanese. I'm very strange. My Japanese. Nice trips. Haku with the trips. Haku じゃない。Haku じゃない、中島。中島ガイル。失礼しました、sorry. 中島ガイルの本田。中島ガイル。OK, Gail is his main. Main is Gail.スピードスケートで勝った。スピードスケートの。エキスパーがよく言ってる。スピードスケートの足だと。Yes, when Olympic speed skaters win, they stick out one foot like that. I call that the speed skate win with Honda. 中島ホンダ勝利で、裏剣 DJ ですね。Here you go. Second DJ.Ura Kenny. Ah, this is Ura Kenny. Okay. I see him on Twitter. Kenny-san, yeah. On Twitter. Wow. Honda. Going in on a DJ. DJ wa taihen. I think it's very difficult. DJ Furi. Yeah. Kusumonda said DJ, very difficult character. Aite. Yeah, he's yeah, okay. So Nakajima so good with the standing tripping. Very important move for Honda. Quite coming up now. Great effect. すごいですね。今日最大人数ですね。通常の式の放送日としてはってことですよね。まあデートの式いろんなイベントで。Everybody with a projectile is hard for Honda. ちょっとジャックナイフでしょ。After DJ is maybe the Shoto's. Probably the hardest of all, the DJ and the Shoto's for Honda. Wow. Now the speed skate win. 続いて、ゆりちさん。That was just an onslaught. ちょっと待ってください。クレジット。Load up the machine. Insert those coins.All right, now we have Yuri. Yuri, Yuri san, boxer. Not versus. I've seen him before many times, but Hay. I think he plays at Hay. そうね。Hay が多いですね。うん。内山さんは、おお、久しぶりしてるのが多い。鈴木が触ってしまう。Oh, nice throw. おー、タンパを潰して投げ。そして大一郎。100巻まで入らんぞ。おーっと、鬼無双が入ってしまう。こんなに入った鬼無双初めて見た。You gotta confirm. 確認の方がいいね。本田はちょっと大変。大一郎、あれ、これは。苦手なのか Honda's got like the worst super in the entire game. Honda 戦苦手なのか続きが刺さる。Oh, Yuri has? Yuri's won?
I didn't know that. 最後は。Okay. How about that? うん。冷静に待った。素晴らしい中島本田。今ね。続いてトモさん。DJ。バルブ。バルブ。バイソン。バイソン。あ、バイソンね。バイソン。ボクサー。ケン。ケン。All right, now he's up against Tomoza. Ah, Tomoza Boxer. Tomoza Boxer. さあ、Tomoza ね、サブキャラボクサーですからね。サブ、大体ちょうどサブ。おおお、Wow, excellent mix up. Excellent high low mix up. 埋め込みからは返される。しかしだいぶアドバンテージを取っている。He's got a lean on him. Excellent.Follow through, follow through. Don't like, don't do what I did at Versus a week and a half ago. すごいですね。みんなから笑顔が出てますね。なぜかこの対決。Okay. Man, love those feints, man. With the speed skate finish. Honda はだいぶバイソン戦がいけるみたいだ。しかし、そうはいかない。やはりジャンプ2回からの。投げ、最後クレイジー空中で刺さってしまう、クレイジーバファロー、クレイジーバファローね、he's got, see, that's okay. He sacrifices, keeps an even damage, but then he's got his opponent in the corner, which is really where he wants him.Boxer, he's not falling for it. He's just waiting too. Wow. Body が. Oh, excellent. He's just waiting for that. Oh, man, that is heartbreaking. That is heartbreaking. Boxer, when he begins that throw, it makes you think he can jiggle out of it. Wow. All right, well, that puts an end to his win streak. How many wins? Okay. We're gonna have to check the record there. So, 続いて光龍ですね。中島本田がここで、何連勝か分かんないけど、敗北。友澤バイソンが勝利。光龍。Yeah, Hikaru works here. He's manning the station. Setting up the stream too. Kind of 店員ですね。データの式の店員なんだ。店員。Employee. あれ、店員スタッフね。データの式のスタッフ。店員って英語でなんて言うんだろう。店員英語。ちょっと待ってね。Employee. Oh.エンプロイ、すごいですね、X は英語ペラペラだからね、英語うまいね。No. 変な。X パーはアメリカ人なの？アメリカ人です。あ、じゃあもう母国語が英語なんだ。なるほどね。母国語が英語、第一ランゲージが英語なんだ。そうです。忘れました。忘れてないよね。久しぶり。そしてバイソン勝利。Okay, G.O.H. Clerk. 店員と同じ。おおお、そういうことね。クラーク。続いて、ゴーさんの剣ですね。Thank you. エクスパーちょっとマイク外れますということでありがとうございました。さあ、おいい勝負。あっと最後はニョキッと出たヘッドにお釣りさえ入っていればってところですね。そうですね、あえてクレイジー行かなかったですね。今なんかコマンドミス説もありますが、ああなるほど。3段痛い、
ピオリーチですよね、あれ。まだピオらない。そうですね。おっと、今度は投げ返した。投げた。うわっと、最後はクレイジー。保険効いてる。続いて、あ、金子さん。あれ、相当な方来てますね。金子さんは当然、エントリーはガイル。大丈夫です。大丈夫です、友さん。次、チュンリーいます。大丈夫です。次、チュンリーいます。まあ、金子チュンリーほどじゃないけど、そこそこのチュンリーが。そこそこのチュンリーが待ってるんで。あれ、おかしいな。そこそこっすか。相当だと思います。さあ、一回転ぶとガイル側もちょっと地獄が待っている。ああ、Xゲーマーさん違う。さっきの剣は違うよ。ノットシュウ剣。ゴー。ゴー剣。ゴーズ剣。でごめんなさい。金子ガイル。だね、金子ガイルと一本。トモダバイソン。トモダバイソン。あ、そうそうそう、さあ、今の怖いですね。露骨に掴みに来てました。スタブは良かったんだけど、相手からクレイジーなのか。スタブまだ良かったんだけど、そこで球打っちゃうとクレイジーが当たる。もうノリでいっちゃいましたよね、今ね。あれでも打ちたくなるんですよ。わかります、わかります。あれはしょうがない、ね、俗に人として打ってしまうソニック。そうですね、100回やって100回打つソニック。伸びるヘッド、さあ地獄が待っているか。耐えたか。おっと、ジャックパン振っててよかった。はい、続いて、金子ガイル勝利で、続いてケイシンさんですね。チュンリー、はい、これで全員出揃った感じ。また最初に戻る感じですね。お、久々なのであまりあれなのか。1ラウンド目はお、いけるのか。金子さん調子に乗っておりますか。結構さあ、ね、中が1。ケイシーさんも感覚がなかなか。いや、でもあの踏み込み鋭い。おっと、すごいプレイが鋭い。投げ返している。全くわからない。多分この2人は対戦経験がほとんどないんじゃないですかね。ですよね。時期が被らないはずですよね。被ってないですね。踏み込み立ち中継。さあ追い込んだ。こうなると、おっと、スタブどうする。おっと、何か出てたか。投げが入った。金子ガエル勝利。続いて、金子ガエルが坂本さん。あ、この方も外すよ。初参加ですね。初参加、はい、かなりのオールドプレイヤーで。あ、なるほどなるほど。引き組というかやられてる方。お、チュンリーはやったと言ったということは、そうですね、 S、 まさかの綺麗な水色。あの方と同じく、あれ、打たない人って。この人は打つ人です、ね、この人は打つ人です。この人は打つ方ですね、はい、そうなんです。あと、たまに知らない人いるんですけど、 S チュンリー別に気候圏なくはないので。あります。ですよね。ターボの頃からあるんで。ですよね。 S もあります。知ってます。はいはいはい。ちょっとね、ためになっちゃったのが残念な感じの。逆に良かった面もある。そうですよ。ターボの頃はコマンドでしたね。私はコマンドでした、気候圏は。さあ、エスキャラは投げがちょっと残念なところを利用して。そうですね。金子ガエルが投げる、ね、全キャラ共通で投げ弱いですからね、エスキャラは。そうですね。投げられたらもうどうにも。おっと、かして投げ、しかし投げ返しに出ている。表置き攻めは表。避けている、投げている、透かして安い。さあ、ゼロドット。ゼロドットだが、
ソニックサマー当たらず。なるほど。なるほど。ギリギリの距離で飛んだ。ソニックサマー裏だ。投げている。しかも起き上がり重ねていく。さあ、最後はサマーソルト。今回はサマー。残念。続きまして伊佐治さん。続いて伊佐治さん、キャミーですね当然。イッサージさんは深谷の方じゃなかったっけな。今日は深谷ではなくここベイドの式に来ていただいております。おっと、キャミらしい戦い方、かなりかく乱している。足の先を使っていく。あえて出さない。伊佐治キャミ勝利。続いてお茶丸さんは2キャラ目はエントリーはバルログ。いけるのか。キャミはなかなかいないので経験値が上がらない。いけないが、バルログももう体力がない。やはり起き上がりきっちりキャノンが出る。置き攻めのバルセロナはこれガードするよりもダメ元でリバーサ狙った方がいい気がするんですけどね。重ねられたらですが。あ、もう出せるもの出していかなきゃダメですよね。そうですよね。そうじゃないとチャンスがなくなっちゃいますよね。で、あとキャミーのキャノンとか剣の大昇竜はあの伸びがあるので。そうですよね。1フレでしたって、まあ、あの速さもあるんですけど横に伸びるのであの透かすのが難しかったり透かせなかったりするので。そうですね。剣の大昇竜なんかは、まあ、当たらなくても逃げれる場合がありますからね。そうそうそう、交差した後に。剣の大昇竜なんかはほぼ当たるはずですよ。キャミーも当たるんじゃないのかな。おっと、おっと、超慌ててる。爪が、あの慌てた爪が虚しく空振り。続いてうねさん。すいません、開けておりましたがウネガエルが押している。最後ゼロドットソニック重ね。お、スタブが入る。お、リフトも出している。アッパーの切れ味がだいぶ上がってますね。やっぱりおっと、いい投げ。受け身が取れないぐらいの投げ。もうこれしかないのか。やはり投げ返している。いいですね。おっとゼロドットか。おっとダブサマー、どうすんのこれ。おお、
投げに行ったが投げれず、しかし結果オーライと、うね返る勝利。続いてエキスパー、あれいた、あ、いた、います、います。2周目、あれさっきもこの組み合わせで当たってた気がする。うね返る対エキスパー、最近メキメキと強くなってますね、ウネガエルさん。もうスロータイプさんもね、100本やりたいって言ってましたもんね、はい、そうですね、まあ、まだ俺にはすいません。さあ、ここでエキスパー崩せるか。さっきは当たったが、どっちが勝ったんだ、思い出せない。先ほどはエキスパー龍が勝利している、この組み合わせ両方もに、エントリーキャラ2キャラとも同じキャラなんでね。そうですね、うん、さあ超痛いもの、しかも勝利置いてある、真空が入る、うん、4ヒット抜けるの見越してちゃんと勝利まで打ち込んでましたからね。すごいっすね、なかなかのものです。知ってますね、ストツを知っているね。さあゲージを貯めつつ、さあ見てから竜巻、ちょっと遅かったか。おっと、勝利入ってる、大勝利、大きいの置いてある、見切ってある感じですね。アッパーから真空重ね、エクスパガッツポーズ2連勝。続いてペローさん、ペルさん、ここでメインキャラ、バイソン、さあペルオさん、バイソン使って結構生き生きしてるんじゃないですか。まあ竜はね、あ、ゲージ溜まってしまいました。バイソンのゲージが溜まるまでですからね。打ちたいけど我慢している。すごい、波動打たない。いや、打ったら芯直結しますからね、あの量は減る量、あっと、だが打った、シンクロがかえって危ないまでありますからね。そうですね、気づいちゃいますからね。そうそう、あーっと削られてしまうのか、終わった、きっちり削って、さあ危なかった、昇竜は入れていた、割れなかった。ヘッドに抜ける、どんだけ波動に強い技があるんだと、うん、だがだいぶ体力を持っていかれている。さあプレッシャーかけている、うん、やっと真空は溜まっているが、うん、厳しい残りゼロドットなのか。さあヒット&ウェイぐらいしかできない、危ない感じだったが、最後はハリガトシャガミ10パンチ出てしまった、足が出てしまった、残念、ペルオバイソン勝利で、続きましてロードエッサガとかタイガー言った、もうひたすら打つしかない。おっと当たりに来てしまう、ありがたい、今のヒットはありがたい、アパカ出るよと、おありがたい、玉踏んで、うん、組み合わせはもしかするとバイソン有利か、あ、サガット有利か、まあ、これもまたクレイジー溜まっちゃうと結構ですよね、結局抜けれちゃいますからね、アシャツしても打っちゃダメみたいな、かなりヤバい感じ。あ、そうなんすか、 SX がもしかしたら平気なのかな。おっと、投げ、ごちゃって投げ、
打てない状況になってしまった。グランド、グランド、おっと変な変な打ち、1ラウンド目みたいなこのパターンがやっぱり好ましいですね、サガット側としては。球避けたところに次の球みたいな、うん、バイソンとしては早く溜めたいところ、球打ちが上手くなっている、うん、さあ自分の番が来たか、おっとターン、バイソンターンになってしまった。さあサガットターン出してしまった、しかし空中で3発、おっとヘッド打っていたか、あーグランド刺さる、ベルオバイソン勝利。続いて破天荒竜ですね。お疲れ様でした。はい、はい、はい、エクスパーさんお帰り、はい、はい、そうお疲れ様でした、はい、これでね、英語喋れる人がね、セロデブさんぐらいしかいなくなってしまって、ね、おっと、見てからクレイジー、うん、やはり竜には厳しい、ゲージが溜まる前に何とかしたいが、すぐ溜まってしまう。竜巻で切っていく、おー中ボス入る、中ボス立ちくらでしたね、今立ちくらうと相手が先に動けるんですが、そうなんですよね。さあ正面で打つのは端々だけにして、おさあ球を回して、しかし体力差が厳しい、さああの距離は打たない、あーっとアッパー、アッパー一戦、ペルオバイソン勝利で、続いて川シムさんかな、川シムさん2キャラ目は来た、インド人が来てしまう、頑張ってこれペローさん勝っていただければこうステージチェンジできるんで頑張っていただきたいところ。おっと見切った投げは、しかし投げられてしまう、ん、安い1ラウンド目よく分かんないけど安かまだあるあるよということで掴んで、おっと弱足から投げる、弱キックなのか、そうですね、壊し払いですね、インフェルの削り切らず、しかし残りゼロとかゲージもない苦しい、カワシムダルシム勝利。続いて小江戸さん、ベガですかね。ちょっとここに来るとやばい、おっと見切ったが食らってしまう、
のサンベガは頑張っていただきたいが、ああ、ゆちこのダルシムを倒せばね、ステージチェンジのね、権利を得られるので、この速さが、はい、早いステージはダルシムやり、おっとナイトメア、ホバーからナイトメア、ね、ホバーの遅め重ねから仕込みが効いてますね。ついついホバーの後はお釣りをしたくなっちゃうですよね。入んない時があるんですよね。ありますね、重ね方があるんですけど、うん、おっと着地からサンダーピオリーチだが、ナイスガード、ドリル今投げてたっぽいですね。さあどうする、うわー、おっ突っ込んだ見誤った、スパコンです、いやスパコンですね、スパコンで別に何でもよかったんですけど、まさかの突っ込んだ。続きまして、あ、川島ダルシム勝利。続きまして太郎さん、太郎さん2キャラ目もバルログ、おっと開幕飛んだ、うん、スラ2回から石棺流行っているのか、これがタメキャラは有効ですよね。テラーとかが1回解除されちゃったらもう出ないので安全に投げに行けるという、なるほど、うん、残り0ロット、ちなみにかわいそうなことに俺勝った方とやらなきゃいけないんですよ。ですよね、バルログとダルシムとかですね、どっちがいいだろう。あれ2キャラ目のエントリーは決まってるんですか。決まってるんですよ。あ、なるほど、じゃあ良かったです。2キャラ目にザンギエフって書いて1キャラ目何しようかなと思ったら大会が始まってた、そういうことですね。でしょうがないからバルログ選んで、なるほど、しょうがないからですね、しょうがないから、うん、よくあることです。さあ氷河、おっと、うん、テレポを使ってしまった、チョップがうまい、ブラスト見えている、おっと繋がっていないが入る、なんか遠くで叫んでる人がいる、秋葉原みたいになっているこれ川島ダルシム勝利。続いて、んゼロテープさん、緑のザンギですね、やっぱり、いやー頑張って勝ってもらいたい。おっと足先、手先を蹴った、うん、しかしピヨってしまう。しかしダルシムは連続技がないから、うん、蹴るのでガンガン削っていく、やばい、残り0ロット、うん、フラパーもバレている、うまい、ダブラリ当たる、あ、ピヨった、最後はスクリュー、おー残り1ラウンド、さあどちらだ、踏まされてしまう、おー、ダブラリ相打ち、ナイス、しかし体力差が、物理的なキャラ差の距離も、キャラの距離感もだいぶ離れている、んー、こうなると厳しいファイアーモード、んー残念だがカシムダルシム勝利。頑張りましたが残念ながら負けてしまったので、あれ、ほぼ山本さん2キャラ目は竜、いやー竜だった、さあー
撮ってます。夏吹き、自分から前に。さあ、なんか山本さん1ラウンド取り返してるんですね。目を離した隙に。さあ、昇龍出ている。さあ。当たっている、重なっていなかった。いやー、初歩的なミスでアントビ失敗。やっぱりの山本龍敗北。いやー、カワシムダルシムやはり強い、当たり前だが強い。あ、続いてあれですね。チュンリーの方ですね。またチュンリーのスペシャルゲストが来られてます。はい、チュンリー界のトップワンツーぐらいの方がおられますね。なるほど。1キャラ目はまずベガ、瀬尾さんですね。瀬尾ベガ、宮さんも来た。なるほど、すごい人が来る。どうしたんだどうしたんだ、今日何があるんだ、何があるんだ、今日何の日なんだというぐらい人がいますね。これは気をつけないと電車が危ない人も出てくる。気をつけてもらいたい。皆さん各々で時間を確認していただきたいところですね。という間に、すいません、画面見てなかったせいですが、カワシムダルシム勝利。続きまして、ハクさん、ハクキャミ。ただ今日は本人も自覚があるようにだいぶ酔っているということで、精密な動作ができるのかどうなのか。反応できなかった。キャミーとしては距離縮めたいところ。手が伸びてくる。やはりダルシムの強いところはここ。手と足がひたすら伸びてくる。カシムダルシム勝利で、続きましてシャルリュウ。シャルさんのリュウだったらいけるのか、ダルシム、期待したい。おっと、繋がっていない。ラッキーだが、だいぶ状況はきついまま。
おっと、歩き昇竜読んでいる。しかし真空を、最後はスラタイク、ファイヤーが刺さる。お、直立。おっとガードしてしまう。まだ死なない。上り竜巻、真空が、おっとテレポ、あ、テレポまで呼んでいたが早かった。大足が早かった。カワシム、ダルシム勝利。続きましてグッチさん、エントリーはクレジット、クレジットがお願いします。ノークレジット。すいません、グッチバイソン、ね、グッチバイソン、あ、グッチさんバイソンだったんですね、2キャラ目ね。グッチバイソン勝利のからの、さあ、オア入って、オアが入って下段が面白いに入る、削り切った。さあ、グッチバイソン勝利で入ってくるのは裏毛にバイソン。おっと、さあバイソン、バイソン、グッチバイソン勝利の、裏毛にバイソン、ね、バイソン同士、さあ楽しくなさそう、いやむしろ楽しそう、どちらかかってもおかしくない組み合わせ、やれてみるわ、完全五分。いるのはこれグッチバイソンね、さあオア取り返して、おっとヘッドが入る、あ、ゴジョジが入る、失礼いたしました、いやゴジョジもヘッドですから大丈夫ですよ、まあまあまあそうですね、さあヘッドボーバー、最後ゴジョジ、ダーティーブル、ダーティーブル違う、そんな名前でした、いやなんか今頭に出てきたんですけど失礼しました、語源を調べておりますちょっと調べておきますね。さあ掴み殺すか、クレイジー、勝ったのは裏毛にさん、裏毛にバイソン勝利。ゆりちさん、ゆりちさん、フェイロン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 ですね。おっと、ゆりち先生が大暴れですね。
でと行けるのか。おっと、うまいこと交差した。しかし、これがあの有名なあの俺タマちゃんとやってるからってですね。あー、聞いたことありますねそれ。続いて中島さん、ユリバイソン、あ、ユリフェイロン勝利の中島さん。中島さん、ガイル、2キャラ目はガイル、赤いガイルですね、おなじみの。非常に宇宙ですね。踏んでしまった。さあ、玉打ちが早い。あんな一回あるだけのことでも画面端ですからね。さあ、そうですね、劣化圏だけでだいぶ画面が動きますよ。押し力があるので、あっという間に画面端ですね。端に来るとホイホイがある、これあるので。そうですね、もしかしちゃんと溜めていた。溜めが早いですね。立ちガードしてるから溜めてるんで、かなり溜めが早いから間に合わないので。そうですね、すごい足対空完璧ですね。すごい、何か最近やってるような動きですね、これ。かなりやってると思います。あの画面端で本当にホイホイになった瞬間、立ちガードするとサマーがないみたいな、かなり厳しい状況になるんですけど、きっちりサマー溜めてましたからね。迷いがないですね、動き。ここです、サーマーが入る。めくりがわからない。これは投げにはいけない。さあ引っかかってしまう。これで逆転。これは投げが来るのか。おっ と, おっと裏から投げ、中島ガエル勝利。なぜか今日はお疲れさんです。なぜか今日はこう交差することが多い。そしてステージはチェンジして、チェンジしてベガステージなのか。いや、ガイルステージだ。全キャラできったということ。ヒカルさんの竜ですね。竜ガイル。これもゴブですからね、多分。どっちが勝ってもおかしくないゴブなキャラさ。キャラさゼロと。わからないですけど、適当に言っております。それでいいのかどうか分かっておりませんが、ほぼキャラ差がないという組み合わせだと皆さん言っておりますが、ね、まあ、たまになんかちょっとね、リュウとかちょっとガエルとかいう話もあるんですが、はい、何してもみんなやってて楽しい。そうですね、一番楽しい組み合わせじゃないか。ガエルを見たらリュウで入れと、そうですね、リュウ見たらガエルで入れ。メインでは両方使わない人もリュウガエルだけは好きみたいな人結構いますからね。そうですね、10年遊べるとか100年遊べるとか。そうですね、まだ20何年しか経ってないのに。まだまだリュウガエルが極まる前に人間の寿命が来るんでしょうね。そうですね、あ、そういえば今年でストリートファイター30周年というね、そうですね、ストリートファイターからなんで。そうですね、1作目の、中島ガエル勝利で、続きましてゴーさんですね。ゴーさんは剣。そろそろ連勝数トップが出揃ってるのか。おー、竜巻が当たる、うまい。
後は見ていた中島がいる勝利。続いてトモザ・ベガ、おー投げ中投げはたまにしか、ね、成立しないからあまり投げ抜けをされないっていう。さあ今の立ち打球うまいですね。先端ですね、ギリギリですね。さあ暗いからのサマー割り切った動きですね。おっとお釣りが入る、めり込んでサマー。あのピョンとさせるジャンプはあれソニックスと多分ナイトメアが待ってる感じの動きですね。さあ差し返してる、うまいですね今のは。投げに行ったが相打ち。さあどうなるこれ、相打ちでもっとベガが立った勝った、ベガが勝ったのでトモザベガ勝利の、お続いてまた友澤ベガ対ケイシー・ミッチュンリー。さっきまでなんか2人でノジアやってたっぽいんですけど、おなんかどっちが勝ったとか負けたとか言ってたけど、なんかこれが本当の勝負だみたいな。そうですね、2人の中では。そうですね、さすが投げ、おっとホバーめくり、ホバーに転送客。投げない、おーっと戦列百列で最後削り、空投げ、通常投げ、投げ垂直から方言、流れるような攻めだ。さあゲージがない、上り踏みつけ2発、デビルはワンチャンか、当然ゲージは溜まっている、熱が溜まっている、ケイシン・チュンリー勝利で、続いて金子さん、再び当たる金子ガエル、先ほどは金子ガエル勝利したがどうだ、めくりから3段入ってしまう、ちょっとまだブランクがありすぎるのか。ケイシンさんはあれですね、たまにしか見ないですけど、このヒットアンドアウェイというか当てて一歩下がるみたいな、そういう動きがやっぱり多いですよね、冷静というか。ソニックに差し込んでいく、
おっと足先を踏む。じりじりとしている。どっちだ。最後は戦列。慶心チュンリー勝利。続いておっとここでまさかの同キャラ対決。これが最後のプレイヤーですね。やっと2周が瀬尾チュンリー。そうですね、勝った方の連勝数が途切れるまでやって終わりです。なるほど、どっちも止めにくいと思うんですが。そうですね、どちらが勝つのかわからないこの勝負。さあピンクのチュンリーが、ケイシンさん、ダッシュとターボですね。そうですね、ダッシュカラーとターボカラー。ダッシュカラーがケイシンさん、ターボカラーが瀬尾さん。瀬尾さん、なるほど。このクラス、あのチュンリー使いとしてなんかコメントをこう、今のプレイいいんじゃないですかとか、こう あれちょっと甘えてますねみたいな。僕ですか、はい、僕には求められてる、はい、僕ちょっと残儀使いでちょっとよくわからないので。全くですね、全くですが、多分僕の方がチュンリー使いだったことは先だと思うんですけどね。この二人より、この二人より多分僕の方が先にチュンリー使いだった気がするんですけど。それはあの初代ストーツとかそういう話ですか。はいはい、その辺からなんで。じゃあそこからあの先輩から一言何かこう、全く見てて分かりません。なんかないですか、踏み込みがぬるいとか。そういう全く分かりません、レベルが違いますね。どこで戦列入れてるのかとか、どこでタメを作ってるのかとか、あんまりよく分からないんですよね。あさあ裏剣っぽいものが入った。おお投げてしまう。おっとちゃんと拾う。スピニングで抜けて、スピニングで抜けて、おっと裏から小手やらせはせぬと、きっちり着地前に出ましたね。何か分かりにくいネタなのがいっぱい混ざってて、ちょっとそうですね、ネタばっかりなんでやっぱり分かんないです。ちょっとね、僕も頑張ってここら辺を覚えていこうかと思いますが。さあ背中テンション上下を振る、上下じゃない、高めテンション裏表を振って、まあお二方ともあれですね、ノーノー戦列はしないタイプですからね。そうですね、後ろから剣、さあ落として垂直から投げたのは瀬尾チュンリー。やはりあの体力差は投げしかないのか。瀬尾チュンリー勝利。続いて3周目ですよね、坂本さん。はい、はい、お邪魔さん、お邪魔さんが、今日エントリーした2キャラのどちらか好きな方でお願いします。選ぶのはやはりバルログ。ちょっと、瀬尾さんが止まるか、6連勝を超えるかですね。ちょっと喋りすぎた。おっとピヨってしまう。やっぱバルログがピヨりやすい。しかしさあ投げる、しかし腐ってもバルログなんで、有利ではあるはず、キャラ的には有利ではあるはず。投げて勝手当たらない。おっと上り連勝痛い。入る、これは最後は投げ。3周目伊佐瀬さん、瀬尾チュンリー勝利。3周目というか2周目最後のプレイヤーに乱入するプレイヤーは好きな方のキャラ選んでいいというルールなので、はい、本日エントリーしていただいたね2キャラから、これ1キャラしかエントリーしてないとちょっと厳しいですよね。逆かぶせみたいになっちゃう時ありますから。確かに、まあまあまあそこはそれで。フーリガン、さあ拒否って、おっとアルキャノン、
キャノンが行く。置き攻め拒否のスピリングをちゃんと大パンで落としたところがよかったですね。フーリガンビンターで落ちるんですね。なるほど。そうですね、発生の早い技で落とすぐらいしかないんですよね。頭の付近まで来て高いところに判定があってかつ発生の早い技。なるほど。もちろん無敵技ならそれでもいいんですけどとか言ってる場に、もっとしゃがんだところ中断。さあキャノン、さあフリが見ている。背中こう安定の削り、いかない。アジダイケあクラゲがでかい。フリガン投げ返す。フリガン投げ返し、ウキミカロのフリガン。おっとここで連勝ストップということで、決勝戦はカワシムのダルシムとさんは勝ったが残念ながら連勝数なので、カワシムダルシムとシャルケン。なるほど。じゃあお二方で 1P2P をとりあえず決めてくれ。決勝戦ファイナル、1P 側、川島ダルシム、 2P 側シャルケンということで、そうですね、シャルさん今日ケンの方が連勝数多いんでこれは決まってしまうんですよね。先ほどの悪夢が脳裏をかすめる。テレポに反応が早すぎるのではないかと。テレポ見てからの反応が早すぎるのではないかと。さあ決勝3先ですね。そうですね、キャラ差があるとちょっとあれですね、試合の組み合わせとして地獄的な、3回勝つのみたいなとこもあるけど、まあしょうがないしょうがない。いいですよねこれはね。そうですね。さあ大昇龍、ただ勝ちパターンは一応あるので、膝ですよね、やっぱり膝です。さあその勝ちパターンから外れてしまった。わっとしかし残念なやつ、待ちきれなかった。3回あ1ラウンド目ダルシム、カワシムダルシム勝利。厳しいかこれは。まあまあまあ、同じ参加費でいっぱい遊べると思えば。そうですね、はい、こういう時こそ思い切って行ってみよう。スラタイクが強い。おっとさあ焦がしたよ。チョップが早い。埋まってないとチョップが間に合ったりする。スラタイクからファイヤー。さあ今のファイヤーちょっと危なかった。今インフェルノ入ってた臭いっすね。死んでましたね入ってたら。あっと波動拳誘導されてしまった。はい、ちょっけい。さあ、勝利拳。チョップタイプが速い。耐久チョップが強い。さあ2連勝カワシムダルシム、リーチで巻き返しはあるのか。シャルケン、
た。さあ、投げる。カノさん、ワンチャンは結構作ってるんですけど、そっからのカーシの対応が良くてダメージ繋がったいですね。考えていく。チャンスは作っているんだが、今回反応が遅れた。勝利置いてある。最後は昇竜拳、剣使いっぽい感じがしますね、なんかね、動きが。さあ今のあとこのラウンドともう2試合、4回、そうですね、約5回、5回しないといけない。厳しい。あの動きを5回やれば厳しい。いや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 、帰りに2分の1であの動きができるとしたら、まあ2分の1、4分の1、8分の1、32分の1ぐらいの確率で勝てる。8台系32分の1かなり厳しい。さあ行ってるうちにカワシムがリーチ、カイラが波動拳刺さる。しかし空中ぐらいなのでダウンはするがってところですね。下打ち、状況変わらず、剣がちょっとずつ詰めている。しかしドリルで抜ける。さあどっちが仕掛けるか。おっとブラスト、なぜか上。勝利へとあと2ドット、時間がない、残り4、3、0、時間切れ、時間切れ、惜しくも時間切れ。勝ったのは優勝は川島、川島おめでとうございます。3ラウンドおめでとうございます。あ、川島さん、もう優勝常連者ですからね、かなりね。あ、よろしく。あ、川島さん、なんか一言お願いします。ありがとうございます。みなさん、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。どうも、今日はね、結構参加人数いましたね。何人ですか？20人以上いますね。20人以上、はい、いいですね。やっぱり大会が近いからですかね、みなさんですね。あとは、フォックスがあれですね、金曜の夜ということで、はい、この寒い中、みなさん寒い中来ていただいて、今日ググッと寒くなりましたね。ねえ、もう雪になるんじゃないかぐらい寒いですけど。そうですよね、風邪ひかないように、冬ですから、ね、気をつけていただいて、はい、人数が増えることはとてもありがたいことでありまして、いいことですね。そうですね。あれ、いつの間にニーヤさんがいる。ニーヤダルシムがじゃあすいません、今日は、なんかね、結構あまり見ない方も結構いらっしゃって、ね、そうですね、珍しい方多いですね、はい、ありがたいことです。そうですよね、まあ、こうやってね、動画を見ていただいている皆様にアピールすることによって、はい、足を運んでいただければ、それはね、これ幸いです、ありがたいことなんで、皆さんぜひデイトナ、四季のデイトナに、デイトナをこれからもよろしくお願いいたします。3回言いましたね。どうも、すいません、ダルシムでした。ダルシムでした。はい、はい、じゃあ今日の優勝は、カーシムさん、ダルシムということで、おめでとうございました。じゃあ、四季の細道の方、これで終了となりますので、対戦台、配信台はの試合が続いてます。これ、時間まで、閉店時間まで流しますので、あ、達夫さんからコメント来てますね、ありがとうございます。ちょっと自分喋りすぎで喉もう痛くなってますが、今月はデイトナ式の月1大会はあるんでしたっけ。まだ特には来週ですよね、あるとしたら。ちょっと待ってくださいね、確認します。あります、24、なるほど、来週ですね。毎週金曜日の、四季の細道もありつつ、デイトナ四季の、お店の主催の大会ということで、第4週の日曜日、今月は12月24日曜日ですね、大会がありますので、予定しておりますので、21、24に、デイトナ四季の月例大会がある予定でございます。前回ちょっと中止になってますんで、皆さん、参加人数、次第お願いします。また、今日12月15日ということで、来週の22日も、四季の細道ありますので、
参加していただければと思います。その後、29日からですね、ホークス前夜祭ということで、スポーツイベント、続きます。29日ホークス前夜祭もここデイトナ式で行いますので、よろしくお願いします。あ、ホークス本戦はですね、大山の、ゲームニュートンですねで、ありますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、本日は以上です。ありがとうございました。失礼します。はいはい、あ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 、どうもどうも、友座です。ですね、このあと有志の人で軽い忘年会をやりたいなと思ってます。で、場所はですね、わらわら、もう伝説のわらわらでですね、やりますんでですね、忘年会参加したい人はですね、そうだな、55分にこう出ようかと思うので、入り口のとこに集合でお願いします。で、途中からの参加も OK なんで、近くのわらわらに来てください。よろしくお願いします。ういっす。
Yeah.
ということで、23秒もありましたので、今週も配信はここまでにしたいと思います。この試合終わり次第ですね、そのまま配信の方は終了させていただきますので、ご了承ください。では皆様、また夜遅くまで今週もありがとうございました。それではお疲れ様でした。失礼いたします。